第6回大喜利ギャザリング、よいしょ。ではでは、今日もやっていきましょう。じゃあ問い読みの、ヤオさんから自己紹介していきたいと思います。ヤオさんどうぞ。はい、人魚人魚人魚を食べて不老不死ウスミヤオと申します。 VTuber です。元気です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。回答者の方行きましょうか。では、ディスコードの上から順番に行きたいと思います。まずアルトさん、よろしくお願いします。はい、こんばんは、アルトです。よろしくお願いします。大喜利ギャザリングは初です。よろしくお願いします。そうですね。じゃあ続いてクスモさん、よろしくお願いします。はい、こんばんは、普段ネット大喜利やってますクスモと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、続いてラスコ、よろしくお願いします。お願いします。いやーね、練習お題みんなやってたんですけど、僕だけ回してて、あ、ごめんなさい、一つもやってないんで、本当に。はい、僕の、パソコン等々のトラブルでラストに丸投げしてやってもらってたんで人生で初めてね、人を回しましたけど。ああ、ね、これからどんどん回してくださいね。いやー、非常にあったまってないですねでは続いてギャルさん、よろしくお願いします。はい、普段は生大喜利とあと普通の OL やってるギャルです。お願いしますお願いします。はい、じゃあ続いてダブリンさん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ダブリングです。普段は学生をしています。はい、じゃあ続いてドクロネさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。普段はミミズをやっております、ドクロネです。よろしくお願いしますミミズの、じゃあ続いてニヤさん、よろしくお願いします。はい、おどうぞ、イソーローの猫また VTuber のニヤです。大喜利ギャザリングは第4回以来2回目ということで、はい、続いて白滝ボックスさん、よろしくお願いします。はい、白滝ボックスと申します。いつもはネット大喜利や生大喜利に出ております。まあ、ギャザリングに出るのがなんか去年からの一つの目標になったりとかしてて、で今回出れることだけとっても嬉しいので、マジで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アムココさん、よろしくお願いします。はい、どうも、はじめまして、ゲーム実況者のアムココです。今日はね、皆さんにちょっと大変申し訳ない私事なんですが、ちょっとコーナー演がね、2つちょっと持ってきてしまいましてあ皆さんのちょっと笑いで助けていただけないかと思って駆け込んできましたのではい、よろしくお願いします。アムココでここ病院として来てるのよ夢行さん、よろしくお願いします。はい、おはろうきて夢行です。ゲラとしてほぼ毎回ちょっと参加させていただいているんですけど、はい、まあそうなんです。最近参加して本当に気づいたんですけど、うん、ゲラー枠で大爆笑した後マジでぐっすり眠れるっていう。スイカアコさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アコンちゃん、起きてる時は常に眠たい系 VTuber のスイカアコです。大喜利ギャザリングのゲラ枠として初参加なんですけど、普段お笑いがめちゃめちゃ好きで、ずっと呼ばれされたいかなチラッチラッってしてたんで今日お声掛けされてめちゃめちゃ嬉しいです。今日はいっぱい笑わせてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。1問目のお題いきましょうか。最初の1問目は全員で回答していただきたいと思います。では岩さん、1番のお題からいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、読みます、はい、イラッとくる星座占い。はい、お考えください、どうぞ。嫌だお題じゃない。はい、嫌だお題は嫌だっていう意見もあったので、はい、こんな丸々は嫌だ、全部嫌じゃん。はいはい、こちらのお題からいきたいと思います、はい、時間約7分間です。よろしくお願いいたします。はい、ダブリングさん、いきましょう。イラッとくる星座占い、2位の後にカットインが入って2位が発表される。いいするな2位でっていうところですよ。編集ミスみたいな、はい、リセット。はい、では白滝木さん、いきましょう。イラッとくる星座占い、1位水亀2期オメットさん。あなたとは何オメットさんで。やだな、リセット。はい、じゃあニヤさん、いきましょう。イラッとくる星座占い、ラッキーアイテムはジョーンドリア。なるべく厚めがいいな、ドリアは。いいですね、リセット。 いいですね。お、じゃあドクレンさん、いきましょう。イラッとくる星座占い、ごめんなさい、つきましては
うわぁ、嫌だな。丁寧なことが一番腹立つしな。あと結構言われるんだろうな。さあ行きましょう。リセット。いや、いいですね。いい回とか飛んでますね。じゃあ、アルトさん行きましょう。イラッとくる星座占い。1位は、魚座のあなた。よかったですね。感想ないよ、これ。なんか言ってほしいよね、その後ね。リセット。はい、ギャルさん行きましょう。イラッとくる星座占い。ごめんなさい、最下位は天秤座の方、人生を恥じてください。どこまで。ちなみに僕天秤座です。はい、行きましょう。今恥じてるところです。はい、リセット。はい、ではラスコ行きましょう。イラッとくる星座占い。地位は乙女座のあなた、おめでとうございます。でも、そのカラビナみたいなんつけてハロワ行くのやめたら。やだな。ダセーなと思ってたな。いや、いいですね。やめたら1位言う。やめたら、いいですね。リセット。じゃあ、さっきも言ったんで、じゃあ、くすまさん行きましょう。はい。イラッとくる星座占い。最下位のあなた、ラッキーアイテムはビー玉です。まあ、買ったとて。再開しよう。買っても大してっていうね。とかありますね。じゃあリセット。はい、では、じゃあさっきも言ったようにニアさん行きましょう。はい。イラッとくる星座占い。ごめんなさい、再開の前に CM です。再開だけ残してるんだって。ずっと嫌な CM の時間だな。いいですね。リセット。はい、じゃあダブリンさん行きましょう。すいません、間違えて早く押しました。あ、全然大丈夫です。じゃあダブリンさん行きましょう。はい、イラッとくる星座占い。伊手座のあなたのラッキー行動は水亀座になること。改善は厳しい。慣れないからね、基本ね。生まれても決まってますからね。いいですね。リセット。じゃあ白滝ボックスさん。イラッとくる星座占い。双子座、双子座コピー、双子座コピー2、双子座コピー3。誰ファイル名変えろよ、もう。いや、いいですね。リセット。はい、ドクロインさん。イラッとくる星座占い。12位は水亀座。水亀って、水の亀って。名前いじりから始まってるよ、再開で。いいですね。リセット。じゃあ、ダブリングさん行きましょう。イラッとくる星座占い。ラッキーアイテムとかじゃなくて、休めアイテム。気持ちの問題だけっていうね。どうにもならんけどってやつ。いや、いいですね。リセット。では、じゃあ、先にギャルさん行きましょう。イラッとくる星座占い。1位は牡牛座のあなた、今日くらいは幸せになってください。普段ひどいと思うけど。いいな、かっこ最後もう一個つけてる腹立つな。いいですね。リセット。あ、では、じゃあニアさん行きましょう。はい、イラッとくる星座占い。ごめんなさい、最下位は射手座のあなた、指示を待ってちゃダメよ、言われる前に動かなきゃ。嫌なやつだな。いるな、こういう上司な。リセット。では白滝ボックスさん行きましょう。イラッとくる星座占い。ごめんなさい、あー、ごめんなさい言ったらごめんなさい、ではまた。なんか言ってほしいな。なんか言ってほしいよ、最悪だわ。行きましょう、リセット。はい、では、じゃあくすまさん行きましょうか。はい、イラッとくる星座占い。最下位のあなた、ごめんなさい、ごめんなさい。どれだけ人数集めるの。いいですね。リセット。はい、では一件ありましたね。じゃあラスコ行きましょう。はい、イラッとくる星座占い。1位はおめでとうございます、獅子座です。ラッキーアイテムはディアゴスティーニの一貫。12位、ごめんなさい、双子座です。ラッキーアイテムはディアゴスティーニの高くなってきた頃。高くなってきた頃。
2回以降ですね。いいですね。リセット。じゃあ、ドクロンさんいきましょう。イラッとくる星座占い。さあ、残るは2位と1位。1位を先に発表します。1位を優先的に発表し、逆算したい人はすれば2位も分かる仕組みです。いや、もう分かってるしな、残す ところ2つだからね。やだな、いいですね。リセット。では、じゃあ、アルトさんいきましょう。はい、イラッとくる星座占い、星座占い中右下にワイプで半笑いの三宅誠司さんがずっといる三宅さんの半笑い嫌だなあの人笑いながら咳込むからね、リセットはい、ダブリンさん、イラッとくる星座占い、サソリ座の運勢はサソリ座のことをコーナー終了5秒前に思い出した何位でもないな、そうなるとな、嫌ですね。じゃあ、今回答あるよって方挙手ボタンお願いします。お、1人だけ、全然いいですよ、なんかもう書いてる途中なんですっていう人も全然押しといてください、大丈夫です。え、この4人で終わりですかね。ではニアさんいきましょう。イラッとくる星座占い、6位は双子座、7位は牡牛座、8位は天秤座、で9位、まあね、一応言っとか、9位って一番言うことなくて、そう、ごめんなさいんですけど言うなよそんなこと確かに、うん、9位確かにないな、悪いけど言うことないな気をつけるには高いしいいですね。じゃあ続いて白滝木さんいきましょう。はい、イラッとくる星座占い、ウキキウキキウキウキキウキウキキウキキキ、うわ猿のアナウンサーだふざけすぎだろイラッとかじゃねえうわじゃないんだよ。じゃあ続いてラスコいきましょう。はい、イラッとくる星座占い、5位はイテテ座、あイテ座腹立つな。いじられてる泣いてざ。いいですね。じゃ最後くすもさんいきましょう。はい。イラッとくる星座占い。ラッキー行動はスライディングです。してみては。しねえよ。行動はないだろ。いやというわけで一問目は以上となります。お疲れ様でした。ありがとう。いや、いいですね。いや、素晴らしかったですね。では、ここからちょっと回答を振り返っていきましょうか。いや、おもろかったな。全部腹立つな。チャンネル変えるわ、こんなの。で、ここからね、良かったなっていう回答を振り返っていく時間になりますので、皆さん、コメントでもね、この回答良かったなとかあれば、ぜひぜひよろしくお願いします。最初が良かったな、ダブリングさんの2位の後にカットインが入ってたのに。1位とかの演出やしな、これ。いや、いいですね。白滝さん全体的にふざけてましたね。来たわ。おもっこさんも面白かったし。いやー、面白かったな。双子さん、コピー。ファイル名変えて、どうしてほしいな。面白いな。よかったな。いや、全部腹立つな、よく見たら。果たして褒め言葉だろうか。皆さんの常温ドリアも嫌だな。あ、いや。醍醐味全部なくなってるドリアをラッキーアイテムみたいな。もうアンラッキーだろ、常温のドリア来たら。あ、いいですね。あ、CM の後好きっていうコメント来てますね。あ、ありがとうございます。あ、ちょっと、CM の後じゃなかった。これが、ごめんなさいの再開の前に CM ですっていう。おもろい。再開まで言ったら CM には行っちゃダメなんだ。再開も一人だけ分かってるからな、これ。分かってる状態で1分2分の CM を見て過ごす。で、大したアドバイスない。それこそ W の気休めアイテムとか言われてもね。これ好きだったなぁ。やだなぁ、こう。エラ側にも聞いてみましょうか。アムコクさんどうでした？私ね、オメットさん
水亀に強烈さんが。あー、おもろいな。ありがとうございます。大好きですね。ふざけとるよな。ネットに帰れって思いますよね。あこさんどうですか、これよかった。そうです、私、そうですね、白崎ボックスさんのごめんなさい言ったらごめんなさいがなんか言えよって、ではまたって気分よそに帰るよって腹立つなあ。みんな素晴らしかったですね。うん、よかったな。ゲームシティの高くなってきた頃って、なんかパーツがでかい時に、ね、めっちゃ高くなりますから、ね。最後の方もういらんだろってやつ。そうそうそう。これ何が変わんだよこれでっていうね、情報だけ載せた薄い紙とね、いますから。では、このお題の MVP を、ゆめきさんに決めていただきましょう。ああ、いやいいですね。いや、いいですね、本当に。一問目 の全部良かったですね、本当に。うん、徐々にこうエンジンかかってくる感じもあって。はい、あ、でも、ああ、悩むな、これ。1個でも2個でも。1個でも。はい、わかりました。では、発表します。はい、あの、地味に結構好きなんだよな、これ。じゃあ、行きましょう、今回のお題の MVP。はい、ラスコー君のイテテザ、あ、イテザです。うわ、いじってるってわかる。ありがとうございます。ノーマークだったのよ。アナウンサーの少年の悪さが出てますね。そう、すごい悪そうな。悪いやつが言ってますよ、これ。あ、イテザ。というわけで、この MVP はラスコーのイテテザ、あ、イテザです。いや面白かった。いや、よかったっすね、スタートから。いや、よくいいですね。こんな感じで進めていくので、よろしく。